どうも、ダダです。どうも、バタダです。ちょっとした新企画っぽい感じで。はいはいはい。前、アフターショーっていうことで雑談っぽい話よくしてたじゃないですか。はいはい、はい。最近結構ね、2週間に1回に収録してるから、渾身の一ネタって感じでお互い考えちゃうから、なんかくだらない話をなかなかこう。そうですね。結構リサーチして話しますか、ね、なんかね、うん、だけど、なんか日常のこととか、で、まあ、前向きだというか、最近のライフハックというか、そういうちょっと縛りのある研究報告みたいな、雑談っぽい話もしたいなと思って。いいですね。うん、はい。まあ、なんかお互いあれですね、最近こんなことをしてるぜっていう話をしていけたらいいかなと思って。なるほど。僕ちょっと事前にはい、なんかシートに書いてましたけど。書いてますね、いろいろ。はい、どの切り口で。そうですね。あ、でもちょっとライトなところから。はいはい、僕、この番組でもちょっとその、片鱗を見せてますけど、仕事効率化アプリマニアなんで。はいはいはい。いや、ほんとね。はい。もう、皆さんご存知の通り。で、日々その、アプリをね、探してるわけですよ。で、メモアプリ、ノートアプリというかメモアプリ、もうね、最高のもの見つけました。ほう。これリビルドっていう、ポッドキャストの番組聞いてて、はいはいはい、知ったんですけど、うん、クラフトっていうね、あれこれさっきなんか共有してくれたんですか、ね、そうまあ基本的にはそのアプリなんですよ、 iOS アプリで、はい、ウェブもあるかな。いやこのね、いやだからもう今メモアプリってみんな何使いますかとね。だいたい昔な、一昔前だとエヴァノート一つだったじゃないですか。で最近だとノーションでしょ。もう嫌いなんですよ。嫌いなの、僕らの番組のなんかやつノーションですよ。ノーションってどう思います？僕ノーションってセンスなくないですか？たくさん使ってる人もいるんですけど、僕もちょっと、ね、あんまりだなと思ってたんですよ、うん、なんて言うんだろう、色気がない。あ、色気はないですね、うんうん、UI とか何でもできるのはいいんですけど、うん、なんて言うんですかね、アプリ使っててなんていうのか、ちょっと古いんですよね。なんか、操作性含めてなんか。うん、わかるわかる、うん。操作性あんま良くないしね。なんかね、まあ、エヴァノートは、僕でも最近エヴァノートあえて使ってたんですけど、課金までして。ただちょっと重すぎるし、と思って、どうしようかなと思った時に、このクラフトっていうのを知って、うん、何もかも素晴らしいですよ。メモアプリなんですか、これは。メモですね、うん。操作性も抜群だし、デザインも最高だし、大体のことできるんじゃないかな、これ。結構な額調達してるから、これから広まっていくんじゃないかなと思いますね。僕も全部これに移しました。今までのドキュメント。このあれですか、ノーション的な、ああいうなんか、ガント WBS が付けられてるとか、あれはできないと思います、ね。あ、あれはいらないね。今あれ、ノーションのキモいとこだから。あ、そうね、いらない。何でもできるんかいっていう、ね、うん。そうですね。だってデータベースとしても使えるじゃないですか、ノーションって。もはや、そういう使い方もできるんですよ。あ、できるんだ。うん、じゃあ、あくまでその メモに特化した感じです、ね。そう。うんうん、ちゃんとコードのスニベットとか書くと、ちゃんと言語ごとのハイライトもするし。へぇー。ノーションじゃなく、クラフトを選びましたという、ちょうど今、僕、あ、そうですか。ブログを見つけちゃいました。へぇー。あ、課金税これ。課金税？おう。年間4500円のクラフト。ああ、基本無料で使えると思いますよ。あ、そうなんだ。はい。僕、課金癖があるんで。はい、課金税ですから、ね、なんか基本的にこういうアプリを見ると。課金デフォの人ですからね。ただノールックで課金しますから。要はその。病気なとこありますね、このアプリが本気を出した姿は先に見たいんですよ。いや、でも、まあね。うん、まあ、この手のやつはでも課金した方がいいと僕も思ってます、うん、本当に。ツール系は。特徴としては、クラフトさんの特徴は。なんだろう、でも基本的には、エヴァノートでやってるようなことが全部できるって感じで。なんか特別、うん。新しいことができるって感じじゃなくて、うん、普通にできることが素敵な UI で、はい、ピンタレストみたいな UI なんですよ。あ、なんかカードのね、そうね、感じの。カードの中身が見えるんです、外から。サマリーが、そう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 、はい。確かに。そういう細かいところのね、ギミック大事ですからね。あと、まあ、リンクで共有もできるし。渡せる。あ、いいですね。さっき僕は和田さんと使ったような感じですけど。うん、確かに。ノーションとかな、マジ困るからな、共有するとき、ほんと。そうなんですよね。うん、でも、ノーションは、やっぱりね、僕が UI、UX っていうところで信頼してる人は、やっぱディスりますよね。言葉には表せないんですけど、ノーションがいけてないっていうのは、そういう UI、UX とかにこだわりのある人には共有しできてる気がする。なんか分かり合ってるところある気がする。そうね、あれ、ちょっと言葉が難しいけど、ね、2000年代のね、なんだろうね、エンジニアさんとかが好きそうな感じの。ね、ジラ使ってる感じがするんですよ。ああ、そう。あ、それに近い。ジラ、そう、うん。そうなんだよ。なんか、かゆいとこに手が届くのはわかるんだけど、うん、
そもそもさ、そのかゆいとこにやるためのなんかいろんな方法とか分かりづらいから、そうそうそう、しかもそんな機能いらないしみたいな、なんかそれをメモアプリ、ドキュメントアプリってこうあるべきだよねっていう思想を入れてプロダクトにするっていうところに僕は色気を感じるんですけど、ノーションってね、そういう思想をあんま感じないんですよ。あ、確かに、なんか、うん、なんでもできるっていうのはすごいんですけど、うん、みたいな、はい、確かに。僕あのメモ術とかノート術アンチなんですけど、あのメモはよく取るから、あの、そうですね、うん、あの忘れないようにっていう目的で、はいはい、あのいっぱい書くから。でも結構このメモアプリ論争はね、ホットなんですよ本当。あ、そうですか。こっちやっぱだからなんか年代ごとにやっぱ必ず起きるじゃないですか、この問題って、はいはい、で何のドキュメントに共通化するかとか何が好きかとか、うん、結構仕事上も結構なんかいろんな影響があったりする話なんで。確かに会社でチームで何を導入するかで、すっごい揉めんだよこれ。本当特にジラとかコンフルマジ嫌われてるから、う、ね、もうすごい揉めるんですよ、まあ、宗教の問題ですからね、宗教の問題。そう、うん、でもノーションってさ、そこあの言うほどいかなかったよね、なんかあの当時すごい騒がれとんなみたいな、あ、そう、ね、とこはそんな伸びなかったよね、うん、なんかね、まあ使い勝手を、まあ、うん、考えれば色気ね、いや、まあ色気確かに。いや僕なんかやっぱこういうサンドボックス的な、なんかちょっとそうなんであんまりダメなんだよね、なんかね。じゃあ僕その思想は好きだけど、使いづらいのはあのスクラップボックスなんですよ。スクラップボックスはすごい好きだし、あのノートとノートがつながっていくっていう思想は好きなんですけど、あのウェブベースの、あのアプリでもないしね、あのウェブサービスだからちょっとね難しいんです。あと記法がちょっと独特だから、あれマークダウンじゃないんですよね。なんかねちょっととっつきづらかったな、やっぱスクラップボックスの。スクラップボックスもさ、色気ないんでしょあれ、なんかもうちょっと頑張ってよって思うよね。そう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 。国産なんだから、もうちょっと。あれ、CSS 自分で書けちゃうんですよね。書けちゃうの、そう。まあ、そういうところがエンジニアにはずっとくるのかもしれないですけど。なんか、あの、魔改造自慢みたいな、あれだし、スクラップボックスの。うん、まあまあ、ちょっと、久しぶりの。久しぶりの。アプリマニアックトークでした、はい、うん。ちょっと使っています、クラフト。はい。かっこいいですよ。うん。かっこいい。はい。使っ、気持ちいい。うん。なるほど。気持ちいい。あの要はあのノーションもねそうだし、あとエヴァノートもそうだと思うんですけど、ちょっとアプリがウェブベースっぽい動きするんですよ。ちょっと遅いというかもっさりしてるなんか、うん、なんですけど、わかるわかる、うん、あのクラフトは完全ネイティブで書かれてて、はい、本当にもうあの操作性が抜群です。うん、はい、いいですね、はい。まあ、ちょっとそんな尺取って喋るつもりなかったんですけど。よしき×猪子さんのああ動画かなんかですか、見てやる気が出た話。あ、何ですかこれ。これ僕でもちょっと後で時間あったら喋ろうかなと思ってた程度だったんですけど、はい、あの、YOSHIKI とチームラボの猪子さんが対談してる動画が最近出て、YOSHIKI、はい、のオフィシャルチャンネルで、そう。かなり良かったですけどね。多分、知りましたよ。猪子さんが一番輝く対談相手は YOSHIKI なんじゃないかっていう。あ、そう。めちゃくちゃ。相性合います？めちゃくちゃ相性合った。あ、そう。なんか、猪子さんって、なんか、たまによくわかんないマニアックな話し始めたりするじゃないですか。うん、あの、ちょっとね。ちょっとあれだからね。それをよしきがめちゃめちゃ食いつくんですよ。あ、うん、だから、その人類とはとか、人が、人間とは何なのかとか。はい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 。よしきもすごい好きっぽくて。うん。だから、最初猪子さんがなんか、植物の進化の話をずっと し始めて。はいはいはい。シダ植物がとかって。はい。永遠喋るんですよ、はい。司会者の人も、いや、ちょっと猪子さん、ちょっと吉木さんも、ちょっと、あの、あれなんで、その辺で、みたいな、いや、ちょっと待って、もっと喋る、みたいな。吉木が、え、もっと詳しく聞かせてください、みたいな。すげえ。聞き上手だなぁ。でも、吉木が、もう最終的に猪子さんに相談するんですよ、もう。だから、僕は、その、この音楽のね、音楽っていう分野で、作品とかを刻んでいけるような、そういう風になっていきたいんですけど、僕どうしたらいいですかねみたいな。猪子さんもちょっと半笑いなんですよ。それ言われても、よしきに。よしきにそれ言われても、みたいな。よしきフェーズの人に相談されてもね、答えられないよね、もう。十分じゃないですかみたいな言ってました。いや、そうでしょ。十分だよ、もう。猪子さんもね、あの、キャラはあのままだから、よし、はい、よしきだとしてもね。はい、半端ないっすねみたいな、うん、言ってまして、半端ないっすね。すごいなんか猪子さんもフルパワーで喋れてる感じがして、あ、全部よしきを受け止めてくれるから、はいはいはい、うん、そうっすね。猪子さんって本当確かに受けて次第っていうところあるよね。そう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 、本当にすごいね。やっぱコール&レスポンス大事ですね、こういうトークのね。やっぱよしきはやっぱその辺は
やっぱインタビュアーも結構さ、本当もうめちゃめちゃ VIP のインタビューとかもやってるから、ね、すごいね、やっぱね、技術が。ヨシティって本当にまあ、あれはなんか、あえて謙虚にしてるというよりは、やっぱ本気で思ってるところあると思いますね。まあ、ね、海外でずっといるから、ね、うん、やっぱり日本人としてまだまだその海外に自分の名もまだ届いてないっていうところを本当に自分で感じて本気で思ってる感じがしますね。なるほど、うん。演じてるというよりは、うん、そう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 。で、基本のスタンスとしてですね。うん、見てる人で、ヨシキのことも、猪子さんのことも、初めて見た人が見たら、どっちが年上か分かんないと思う、多分あれ。うわ、そうだよね。うん、だってヨシキの方が、質問、僕どうしたらいいですかみたいな。敬語で聞いてて。猪子さんもね、もう、半端ないですね、それ。マジっすかみたいな、言うからね。そうそうそう、ちょっと元気になったんで、ちょっと、面白そうですね。ただちょっと、有料コンテンツかな、もしかしたら。ヨシキチャンネル入ってないと見れないかもしれないですね。あ、これ本当はヨシキチャンネルのやつなんだ、これすごいね。ライブでやってたんですね、これね。猪子さんとヨシキ。6月25日。すごいね。最近またちょっとチームラボね、チームラボというか、プラネッツとか結構プロモーションガンガンかけたりするし、ちょっとまた猪子さん結構元気になってきてて、嬉しいです、ですね、なんかね。まあそうですね。あとね、僕最近整骨院に行ってるんですよ。うん、猫背。そう、猫背を治そうと思って。ちょっと胸を張って生きていくためにはちょっと猫背すぎたかなって思ったね。物理的な問題だったね。そう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 。なんかね、気持ちの問題かと思ったけど、物理的な問題だった。そう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 。うん、猫背ね。これはまあ、前々から悩みは聞いてましたけど、はい。はい、本格的に、本格的に取り組まれて。そうそうそう、週に2日ぐらい通って。うん。はい、結構ね、そこそこ、お値段もいい感じのね。そうなんですよね。やつですよね。まあでも、要は僕の場合は、インナーマッスルが全然ダメだってことだったんで、要は姿勢を支える筋肉が全くないっていうことで、はいはい、インナーマッスルを鍛えれば姿勢も良くなっていくってことだったんで、はいはいはい、で、インナーマッスルって一回鍛えてしまえばずっと落ちないっていうことだったんで、はいはい、まあまあ、こういうタイミングで、ちょっと時間とね、費用もかかるけど、直してしまおうかなと、うんうん。胸張って生きていきたいし。すごい、後ろ向きにこれ、なんか全然胸張れてなかったみたいな。まあでも姿勢は大事だと思います、確かに。そのね、特にそのリモートワーク自体に入って、やっぱ姿勢がどん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 ね、これ田澤さんだけじゃなくて、本当世の中の人姿勢悪くなってると思うんですよ。まあすごい。結構消耗ネイスで仕事してたりするんで、はいはいはい、僕もそうですけど、体にマジ悪いからね、姿勢悪い。なんかスマホ首って言われたりするストレートネックっていう。ああ、はいはいはい、うん。僕あれかなと思って行ったんですけど、違うっぽいです。うん、骨格っていうか、そこに問題があるわけではなく、ちゃんと姿勢を保っていれば問題ないっていう感じっぽいんで、保つ筋肉だけつければ良さそうっていう感じ。あ、それなんか、結構重症かなみたいな話はあったと思うんですけど、はい、なんかどうなの、客観的に見て重症だったんですか、割と。その お医者さん、整体師さんからして、田澤さんの症状って、はい、重めから、ちょっとわかんないっす。わかんない。わかんない。だって、姿勢を今、振って、うん、やったら姿勢良くなるんだもん。だけどこれが続かないっていうのが僕の、ああ、そういうこと？問題なんで。あ、姿勢が悪いってことではない。姿勢が厳密に悪いんですけど、いつも姿勢が悪いっていうだけですよ。人よりその時間が長い。そうそうそう。ああ、そういうことね。正しい姿勢を保っておくための筋肉がないっていうことらしいんで。はいはいはい。なるほどね。そう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 。で、逆にちゃんとインナーマッスルがあれば、正しい筋肉で保ってる方が楽になるし、結果的には負担もかからないしっていうふうになるっぽいんで、はいはいはい、僕もその辺よく分かってないんですけど、とりあえずその、言いなりになってます。結構な刺激のなんか電流流されるみたいな聞きましたけどね。シックスパッド。シックスパッド。うん、パッドの医療版。教育版、うんうん、みたいな。刺激が強すぎてお腹壊すだから、そうお腹痛い。どんな刺激だ、腸にもう刺激がいっちゃってるってことでしょうね。なんかね、腸を刺激しちゃってるのが、要はだって、まあ、すごいブルブルってなるんですけど、うん、その外からの刺激を守るために腹筋があるわけじゃないですか、はい、で腹筋力入れちゃダメって言われたんで、あ、そっか、ビヨビヨの状態で全部受けなきゃいけないっていう、直に刺激を受けてる感じ、ね、うん、だからすごい内臓揺れてる大丈夫かなって思いながら、うん、心配になりますけど、なんかね。
うん、すごいですね。平日の頃ね、はい、お昼時間とかにこれ行ってるんですよね、これね。あ、平日の昼間行ってるのは音楽スタジオ、あ、音楽スタジオか。夜か、これは。こっちは夜。そうそうそう。すごいね、ほんとね。平日、だから僕、仕事、リモートワークで、お昼1時間の1時間休憩使って、スタジオに行って練習してます。で、夜、仕事終わりに、整骨院に行ってますね。何者なんだっていう生活ですよ、これ、ほんと。ガクトみたいな。ガクトみたいな、そのライフスタイル。確かに、その、ね、格闘技やって、そう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 、音楽やって、格闘っぽいですね。そう、うん、あ、ボクシングもね、お互い最近。あ、ボクシングね、なんか、僕もちょっと間空いちゃいましたけど、うん、また通い始めて、ね。あれですね、僕びっくりしましたけど、ワタさんでも、ボクシングのトレーナーさんに、痩せ方のアドバイスされてるんですね。いや、だ僕、目的がダイエットっていう、品目なんで。し、ま、僕の体型見たら、でも、アドバイスするでしょ、普通の神経してたら。そのボクシングとしてのテクニックを教えてもらってる光景をよく見るんですよ。でしょ、うん、僕だけその痩せる体作りの話されてる。いや、そうですよ、うん、痩せやすさだから重心をね、うん、重心落としてください、重心を落としてくださいってすごい言われるんですけどで痩せるらしいんですよ、重心落とした方が。ああ、うん、負荷がかかるから。そういうことなんですね。そう、すっげえ打ちづらいんだけどね、重心落とすストレートと。それはそのボクシングとして の、 そのクッション性とか動きやすさのバネみたいなところの重心下げるってことではなく、うん、代謝が、そう、痩せやすくするだからステップとかもちゃんと踏んでくださいって言われるんだけど、はい、多分これ痩せやすくする動かないとさ、やっぱ代謝がさ、はいはいはい、だこいつ汗かいてないなっていうのがバレバレなんですよ、僕。あ、僕さ太っちょなんですけど、汗そんなそこまでかかない方なんですよ、はいはいはい、だからあのね、このシャツのさ汗じみとか見てさ、はい、あれこいつ全然汗かいてないなってバレてると思うの毎回。だから楽してやって、サボってんだろ、力抜いてんだろう。そう、力、そう、なんか3分の1ぐらいでやってんなこのデブみたいな思われてる可能性でちょっとね厳しめに来るんですよね、その辺は。うん、痩せませんよと。でもまあこの間すごい楽しそうにやってましたよね、トレーナーさんとね。あ、そうね、ちょっとじゃれやっちゃって、うん、トレーナーさんと、うん、いや僕も最近週3で行って。週3はすごいですよね、うん、もう1ヶ月ぐらい経ちましたけど。週3はすごいね。やっぱりそのマスボクシング行くためにマスボクシングするんですけど、僕大体、うん、ね、やっぱなんか一線を越えた関係の人が出てくると、やっぱ一線を一線を交えた関係ああそういうことですね一線を越えた関係そうか、何か起きてない何ボクシングがそうそうそう、なるほど。まあなんかね、実際対決するとね、その終わった後にそのいやーよかった、あそこのあれよかったですねみたいな、そういう感想を言い合ったりとかするとなんかこうね、ちょっと知り合いができると楽しくなってきて、うん、コミュニティがありますからね、やっぱね。そうそうそう、うん、いやなんかでもジムに来てる人って結構個性的な人多いなってちょっと思いましたね、はいはいはい、あ、普段こう生活で出会わなそうな人がやっぱおじいさんとかもいますし ね、 そうですね、あのなかなか結構ね幅広いんですよ、その来てるユーザー層が。うん、だ70歳のおじいさんとかがいて、ね、その後他の会員さんとカラオケ行ったりとかしてるっていう元気だなゲートボールの代わりにボクシングジム来てるみたいなねしかも他の人若いですけどね。そう、みんな若いですよねあとなんか謎のギャルみたいなのいません？なんか謎のギャルみたいな人がいて、僕なんか筋トレの時に隣にいて、なんか紫っぽい髪の人、そう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 、いますよね。ちょっとね緊張するんだよ、なんかカツアゲされないかどうかって、なんかね謎のギャルがいるんですけど、なんかちょっとそのいいですよね、ああいうなんかちょっとお話してみたいなみたいな人もね。いてね、なんかああいうところでコミュニティできると楽しくなるし、ね、楽しいでしょうね、あれね。続くきっかけにもなるでしょうしね、はい、うん、ボクシング行って、そうですね、いやこれあんま時間なくなってきちゃったんですけど、うん、これどうしても喋りたい話があって、はいはいはい、普段の1回分使って喋るような話じゃないんですけど、経費、経費ね、経費にまつわる最近のその僕のお気に入りのコンテンツ、はいはいはい、これは経費で落ちませんっていうドラマを知ってます？あ、知ってる。NHK でやってたやつ。うん、知ってる知ってる知ってる。見ました？あの、ちゃんと見たことない。知ってるわ、めちゃくちゃ面白いです。あ、そう。僕、この1週間であれ全部見たんですけど、すっごい面白かったっすよ。まあ、僕が面白いっていうドラマなんで、そういう感じです。ラブコメだし、あったかい話。あ、そっち系なんですね。うん、で、かつ、その経費にまつわる人間ドラマ。
でちょっとミステリーっぽい感じがあったりとか、はい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 、で東京ゼロさんの角田が出てくるとか、あそうですよね、まあ、出てくる人たちがみんなその面白いし、はい、本当にもう癒しコンテンツですね。あ本当に面白かった、いいドラマだと思いましたね。これあの経費の勉強にもなるかもしれないですね。要は会社内の経理部と他との関係みたいな、で何でもかんでも経費で落とそうとしてくる人たちとの戦いみたいな、はい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 、うん、そうで、なるほど、ね、でなんか怪しいことを知ってるんじゃないかみたいな、この経費なんだみたいなことで追っていくと、うんうん、悪いことしてると見せかけて実は裏にあったかい人間のストーリーがあったみたいな、そういういい話が多いですなるほどなるほど、はいはい、でラブコメもあるし、ラブコメ、はい、まあ、だからちょっとね心が、うん、ちょっと泣ける回もあるし、なるほど、うん、マジでおすすめでしたね。いや、まあ、あの、ちょっと NHK オンデマンドで気にはなってて、はい、この1週間2週間はあの夜それを見ながら松屋の弁当食べるのが楽しみでした、ね、いいですね、なんかこうザ庶民的なそうそう全然調子乗ってない感じでいいと思いますもう少し綿さんにかかる話したかったのは、はい、ちょうど今7月の前半ですけど、はい、1年前の話題、はい、第63回、はい、話した内容覚えてます？85.3kg の決意っていう、おい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 もうその話はやめよう、もうおしまいだ今日はこのリンク載せていくんで、もう一回やめてください。